先日影の実力者になりたくて、第2期最終回が放送されました。いや、もうめちゃくちゃ面白かったですね。もう第2期は、その無法都市編、偽造編、折ナ王国編という3編にわたって構成されていたのですかね。ほんで、細かくね、盛り上がりポイントが用意されていたこともあって、もう全編通してね、もう最高潮のテンションがずっと続いていって、なおかつ途中にはね、原作者先生書き下ろしのサービス会もあったりして、ものすごい満足感の高い、えー、第2期だったなっていう印象がありました。それでいてね、第2期最終回にはね、あの神演出、第2期最終回で一期大じゃ が全ては一にね、あの、帰結するっていう、もう最高のね、形になったところなのかなっていうところでございました。ほんと、異世界転生もので、異世界から、あの、現代に戻るっていうのが一丁盛り上がりますからね、っていうのがあるんですけれども、その、あの、現代編、日本編っていうのは、劇場版でということで、残響編のね、発表があったところでございますけれども、いや、ほんと、仮実は国内外問わずめちゃくちゃ大人気でね、角川作品的にもですね、もうトップクラスの売り上げを叩き出している作品なので、まあ、間違いなく続編は作られると思ったんですけれども、いや こんなね、劇場版っていうのはなかなかびっくりなところでございましたね。まあ、その、まあ、現代編が結構ね、エピソード的には確かに劇場版にちょうどいいなっていうところもあったので、納得感もあるんですけれどもね。いや、本当に、第一期第一話見たときに、あ、このエピソードっていうのは、その原作的に言うと、このいわゆるね、あの、発表されました残響編のプロローグ的な立ち位置として描かれていたエピソードなんですけども、まあ、それをアニメでは大体に一期第一話に持ってくることによって、この異世界転生をするという事柄の意味合いをより強く強調させている、 かつですね。まあ、主人公シャドウのキャラクターをものすごく立たせていた、そのね、要因になっていたと思うんですけれども、まあ、それもすべてね、この2期最終話にえ繋げるためだというところでね、この構成が見事でございましたね。いや、ほんとこれはもうめちゃくちゃ気持ちよかったですね。ほんとね、ハイエースと1期のね、オープニングが流れたのを相まってですね、最高にテンションが上がってしまったところもあるんですけれどもね。いや、ほんと鍵術は制作陣の方々の原作理解度、鍵術ってこういうのだよねっていうのをね、理解の仕方がめちゃくちゃ面白くね、えー、形になっておりまして、 より良い形でね、原作改編をね、えー、していたっていうところがですね、いいアニメになった、えー、要因だったのかなっていうところでございまして、本当にね、第2期ラストまでめっちゃ面白かったんですけど、続きのね、劇場版のね、3、え、強、ー、編の方もね、楽しみに待ちたいところでございます。お次は水星の魔女に関する話題なのですが、水星の魔女のね、アニメブルーレイ最終巻が発売されまして、まあ、その最終巻の方に監督インタビューが載ってるんですけれども、その監督インタビューの方でですね、まあ、スレッダーとミオリネがですね、まあ、結婚しているというね、名言があったということで、えー、結構話題になっていましたね。 本当このスレミオの、えー、結婚どうのコうノっていうのは、まあ、アニメを見ていればね、演出として、まあ、確実に、あ、二人っていうのは、結ばれたんだなっていうのは、えー、っと、目に見えてわかるところだったんですけれども、やはりね、あの、名言がないっていうのは、なかなかもどかしいところでありましてね、まあ、それが、なかなかいいろね、物議を醸す事件なんかもあったりしたりしたんですけれどもね、まあ、最終的にこういう形でね、綺麗に、あのー、落ち着いたっていうのは、すごく良かったなというところでございました。お次はこちら、無職転生第二期第二クール目が2024年4月放送開始という ということで、え、キービジュアルが公開されました。いや、ちょっとこれは、ちょっとテンション上がっちゃいましたね。うん。本当に、もうなんか、キービジュアルが公開されただけではあるんですけれどもね。まあ、普段はそんなにテンション上がんないんですけども、これはテンション上がらざるを得ないで、ねえー、あの、キービジュアルでございまして、第2期のね、あのー、学園編で長く続いたね、もうルーディと、フィッツ先輩、いや、シルフィーのですね、この色々がですね、決着がついて、この二人の、この絵が見れたっていうね、この幸せったらないっていうところなんですけれども、まあ、それプラスですね、 この幸せな絵からはね、想像がつかないようなね、壮絶な戦いっていうのが第2期、第2クルには待っているということで、もうテンション上がらざるを得ないところなんですよね。もうここがもう一番ね、いう今までのエピソードで一番面白いんじゃないかっていうぐらいのね、もう山場と言える山場がね、訪れてきますので、いやほんとね、テンション上がっちゃいましたね、これ見たらいろいろな意味で。ということで今回は、えー、最近のね、アニメのいろいろな話題について話していきました。皆さんぜひともコメント欄の方にお願いします。それじゃあまた。